最終組の第5組です。選手の皆さんをご紹介します。第2レーン島田さん八千代松陰高校、第3レーン亀山さん市立船橋高校、第4レーン福山さん東海大浦安高校、第7レーン多田さん成田高校、第8レーン中谷さん東海大浦安高校。以上の選手によりまして最終組の第5組です。オンザマイ、スタートしました。女子 100m 競走の予選第5組、さあ伸びてきたのは市立船橋高校亀山さん、外側は成田高校多田さん、速報12秒4台でフィニッシュ。ただいまのレース1着は第3レーンを走りました亀山さん、市立船橋高校、時間12秒40、風は向かい風 0.1 メートルでした。正面スタンド前をご注目ください。女子棒高跳びの表彰です。プレゼンターは千葉陸上競技協会中津一郎副会長です。